どうも島です。あのね、今夜のね12時ぐらいなんですけど、お腹が空いてたまらんくなったんでね、もうどうしようもないなっていうことで来ました。ずんどやラーメンが無性に食いたくなったんよ。もうあかん、ラーメン一回食べたいと思ったらほんまもう我慢できん僕。っていうことで行ってみよう。さてさて、あ、なんだこれ、煮干し中華そば、気になるな気になるな、どうしようかなと思ったんですが、やっぱりいつも通りね、元祖ラーメンにネギ大量のせでございます。そしてこちら炙り明太子ご飯でございます。そしてそしてスープはもちろんこってり油多めですね。いやー、口の中でね、このね、油が広がる、うまいわー。で、ニンニクをね、結構がっつり入れまして、今からね、スタートでございます。いやー、うまいわ、やっぱり、ほんまうまい。濃厚なね、豚骨スープがね、口の中で広がる。もう広がっていくんですよ、ふわって。しかも、全然癖ないんですよね。マイルドなんです。そしてね、最後にね、この油ですよ。油がね、また口の中に広がって、うまい。ほんで、これ、明太子ご飯。これは犯罪だ。犯罪だ。もうね、明太子といえばですね、僕ね、炙りが好きなんです。たらこもそうなんですけども、炙ったらね、むっちゃ美味しい。中ミディアムレアみたいな感じで、全然言い方ちゃうやんけ、みたいな感じですけど、ほんまね、これがうまいんです。いやー、このね、ご飯とラーメン、あかんなあかんなこれ。なんぼでも言ってまうわ。うまい。これはね、もうね、深夜の幸せタイムです。非常に、もうね、罪悪感なんてない。なぜなら、食べてるときは幸せやもん。うまいもん。ね、罪悪感なんてものはね、後からね、感じたらいいんです。もう食べるときだけはね、そんなこと考えんと、うまいうまいって言ってね、食べるんがね、僕はね、大好きです。さあさあ、見てください。これ、残りの明太子とご飯をこうやって包みまして、手巻き寿司風にして、一気にね、口に頬張る。これがね、やっぱね、幸せですよ。口の中もぐもぐしながらね、スープを飲む。いやー、たまらんわ。最近この飲み方、ハマってます。ほんまハマってます。レンゲで飲むより一気にいっぱい飲めるからね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日もね、やってしまいました。うん。なんかね、ここ来たらね、ラーメンだけじゃね、済まないんですよ、僕。ライスいっちゃう。この明太子ね、美味しいんですよ、ほんま。最高っす。もうね、ラーメンもね、こってりにして、ね。んで、明太子あれでね、もうね、たっぷりもう栄養補給できたんで、今日もまたデブ活してしまったよ、本当に。もうなんでこういつもいつも夜中にお腹減るの、なんで夜になったらお腹減るの、しかもなんで夜になったらこってりしても食べたくなるの、デブになっちゃう、本当もうデブだよ。